皆さんこんにちは、山カフェです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、キークロン K2 なんですけど、この音をね改善しておこうと思います。最初はすごくいいと思ったんですけど、いろいろキーボードを試していくうちに、いやもっとできるはずと、もっとこの子はできる子だと、YDK だということで、今回ねいろいろ試していこうと思います。今回使用した器具は動画の最後に紹介しておきます。また概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。今回の動画、手元も見にくいしピントも合ってないところも多いのですが、ご了承ください。まずはキーキャップを抜いていきます。キークロン K2 に付属の器具で行います。その後は周りのアルミフレームを外します。ここで使っている電動ドライバー、めちゃくちゃ便利なんですけど、充電がなんとマイクロ USB なんですよね。スイッチを引き抜く工具はキークロン K2 にも同梱されているのですが、若干引きにくいので僕は工具をね Amazon で買いました。引き抜くときは若干慣れが必要ですので、あまりね無理せず引き抜くようにしてください。ネジをすべて外したら基板を外すんですけども、注意が必要です。バッテリーにつながっているケーブルがありますので、丁寧に慎重に外しましょう。僕はピンセットでつかみながらゆっくりと外しました。本体の底面には防振用のマットを敷き詰めます。僕が買ったのは厚さ5ミリのスポンジシートになります。これはねちょっと失敗だったかもしれないですね。厚みがありすぎました。厚みがありすぎると基板に干渉しちゃうんですよね。3ミリくらいでも良かったかなと思います。ネジ穴を固定するところもきれいに貫通させる必要がありますので注意が必要ですね。次にルブを塗るためにスイッチを分解していきます。分解するためには分解器具があると便利です。僕は Amazon で買いました。分解はスイッチ本体、バネ、赤い押す部分、蓋と4種類に分解します。分解したそれぞれの部品を収納しておく入れ物を用意しておくと便利ですね。スイッチ本体は僕はねルブ台を用意しました。これはドロップで買いました。90個のスイッチを置くことができますので、かなりね便利ですね。そしていよいよルブを塗っていきます。今回はねクライトックス205を用意しました。そしてルブやねルブを塗るための筆とか器具類は勇者工房で買いました。勇者工房ではセットになっているものがあるので、それを買うのがね面倒なくていいですよね。器具類はなかなかリーズナブルだと思うんですけども、クライトックスはね高いんですよ。次はね多分アメリカ Amazon で買うようにします。これね日本の Amazon で売ってないんですよね。ルブを塗るのはスイッチ本体と赤い部分になります。まずはねスイッチ本体に塗っていきます。スイッチ本体と赤い部分がね擦れるところに塗るようにします。ただし塗りすぎるとキータッチがね重くなっちゃいますんで、これね注意が必要だと思うんですよ。筆にクライトックスを塗るんですけども、余分にね余計につけないようにします。薄く薄く塗っていきます。この塗る作業ね結構虫になっちゃって、僕はねこういう作業大好きなんですよね。我を忘れるというかですね、ほんと無心です。木材をやすったりするのも大好きですし、結構前にアルミホイルでねまん丸い玉を作ったっていうのが流行ったと思うんですけども、そういった類のねものかと思います。すごくね楽しいですね。スイッチ本体にルブを塗った後にルブ台がないとね置く場所に困っちゃいますよね。このルブ台は本当ね90個のスイッチが置けますので、テンキレスキーボードを行う場合にね問題ないと思います。フルサイズの場合だと100個必要になってきますので、100個以上かいくつかね置けなくなっちゃいますよね。スイッチ本体に塗ったら次はバネにもね潤滑剤ルブを混ぜ混ぜしておきます。こちらはねクライトックス GPL105 を用意しました。適当なビニール袋にバネを入れて
まあ、そこにですね、クライトックスも垂らして混ぜ混ぜしておきます。この後ね、キッチンペーパーに出しておいて余計なね、潤滑剤を簡単に取っておくようにしましょう。そしてこのバネをね、スイッチ本体に戻していきます。この時ね、混ぜ混ぜした時にバネがね、絡まっちゃうことがあるので、これね、注意しながらほどくようにしてください。この後は赤いスイッチ部分にクライトックスを塗っていきます。このスイッチをつかむやつね、めちゃくちゃ便利ですね。これがあるとないとじゃ大違いだと思います。細かい部品をつかむのに本当にね、よくできていると思います。これでルブがすべて塗り終わりました。スイッチを組み立てていきます。この時に赤いスイッチの向きに注意しましょう。また組み立て直す時はカチッとね、最後まではまるようにしっかりと行います。これね、ちゃんと組み立てておかないと最後に基板に戻す時にはまらないんですよね。さあ、スイッチが終わりました。次はね、スタビライザーの調整になります。スタビライザーのね、土台部分がグラグラしている場合に、ここにね、テープを貼ってぐらつかないようにしておきます。このテープもね、Amazon で買いました。これで調整は終わりです。ここからはね、元に戻していく作業になります。基板を戻すときはバッテリーコネクタがね、ちゃんと刺さるように注意しましょう。そして基板を取り付けたら、一度ね、ちゃんと電源が入るかどうかっていうのを確認した方がいいですよね。さあ、ここからね、スイッチを基板に戻していきます。2点ほどね、注意した方がいいことがあるのでシェアしておきます。1つ目は、まあ、さっきも言ったんですけども、スイッチがね、ちゃんとはまっていない場合があるんですよね。なのでスイッチをね、組み立て直すときにちゃんと部品がはまっているかっていうのをね、確認した方がいいですね。これちゃんとね、カチッとね、綺麗に組み立ててないと基板にね、スイッチつかないです。2つ目はスイッチを戻すときにね、ピンを曲げちゃうことがあるんですよね。曲がっちゃうと当然ね、これスイッチ効かないんで、まっすぐに直す必要があります。僕ね、何本か曲げましたね。多分 4,5 本曲げてますね。で、スイッチがね、ちゃんと刺さってるかどうかの確認なんですけど、僕の場合は Mac を使ってるんですけど、画面にキーボードビューアーをね、表示しておいて、戻すときにそのスイッチを押すことでね、そのスイッチ部分が光るんですよね、キーボードビューアーので。これを1個ずつ確認しながら作業しました。で、光らない場合はピンが折れ曲がっているとか、それからスイッチを組み立てる工程でね、何か不具合があったはずなので、そのスイッチのチェックをするようにします。はい、できましたね。はい、ということで打ってみましょうかね。
はい、ということで今日はですね、キークローン K2 に、まあ改造というほどでもないですけども、ルブしましたよということでございました。結局ね、今3時35分なのでなんだかんだ4時間ぐらいかかってるんですけど、いやー、これね、皆さんね、まあ万人にはおすすめはしないですけど、まあ時間をかけた分だけの見返りはあるのかなという気はしてます。はい、で今回ね、使ったものは概要欄にリンク貼っとくので、よろしければチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後に今回ね、使用した道具たちの紹介しておきましょう。まずはね、ルブ台、こちらはドロップで購入しました。90個ね置けてすごく便利です。そしてルブ、今回はね2種類用意しました。クライトックス205と105です。205はスイッチ用、105はバネ用に使用しました。面相筆2本、つかみ用器具、ピンセット。クライトックスとこれらの器具は勇者工房で購入しました。そしてスイッチ外し器具とスイッチの引き抜き器具、こちらは Amazon で購入。防振用マットは僕はね 5mm のものを買いましたけど、 3mm でも良かったかもしれないですね。そしてスタビライザー調整用のテープでした。概要欄にリンクを貼っておきます。では。